さんのアバターできたよ。せーの、ドン。どういうさんです。ええ、ちょっと上手くなったくね。わかんないけど、上手くなったんじゃないでしょうか。でしょうか。かよき、かのさんみたいに初めまして。そんなこと言わんでもいいじゃん。はじめまして、うんこでーす。はやまるさん、どういうアバター細いじゃろ。え、そうかな。かゆくない。なんないけど、ちょっと細い。目だけひょっこり。どういうさ、体が骨みたいじゃん。そうかね、棒人間。あのね、絵が下手なんです、誠に申し訳見にくいんですが、三谷絵が下手でございますね。皆様ありがとうございます。カズさん、宿題したまだ手つけてない。でも、明日から真面目にします。宿題、頑張るよ。何があったか忘れたけど、宿題。つくしさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。どういうさん、今度三谷を描いてあげよう。本当に楽しみにしとくね。ありがとう。喉乾いたな。お茶がね、あるかな。いいや。チュッチュクチュッチュッチュー。どういうさ、可愛く描いてあげる。ほんまに。やったね。うんこが大喜び。ピコさん、ケイチに会いたい。そうよね、ケイチ来んよね。なんかケイチに会いたいよ。自分も何週間会ってないんだろう。ドリさん、ツイッターに載せてお願いします。ありがとうございます。ちょっと楽しみにしときますね。めっちゃ楽しみ。汗がやばい。つくしさん、ないその新キャラ。え、可愛くない？ビレバンでゲットしました。音響人形でーす。500円ぐらいでーす。ピコさんみたいにも会いたい。ほんまにピコさん会いたい。めっちゃ会いたい。早く発表会にならんかな。発表会になったら会えるかな。それまでに楽しみにしときますね。ピタニは子として頑張ります。よいしょ。ブブ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 。あ、よいしょ。ブブブブブ。はい、ブーちゃんです。うんこの運響先生ですね。これが新しい運響ブーちゃんです。名前が決まりました。やっと先生、師匠ですね。運響先生で、自分がこれは私の上司だから、師匠、運響師匠です。どうしよう。
まるさん、鳥の人形で音を流している人いるよね。音の肯定できるかな。早くやったらいけるかな。母さん、運教師匠何歳なん？この方は60歳です。運教師匠60歳です。師匠は60歳です。暑い。マー君さん、アバター描いてください。いいよ、描こうじゃん。早村さん、やっぱり眠そうそう、寝坊しちゃったもん。なんかいつの間にか寝とった。 YouTube 見ながらゴロゴロしとったよ。マー君さん、眠たいの飛んでけ。ほんまにね、眠たいのほんまに飛んでってほしいと思う。マー君、難しいね。またこれ、またカズさん、運教師匠は結婚してるの？してないよ、ずっとお寺のお坊さんしてる。お坊さん、お寺の師匠。待てよ、難しいね、これまた。ママ、よし、できたよ。マー君さん、眠たいときは塩から食べると目が覚める。そうなん、じゃあ塩から食べよう、今度から。早村さん、すごいバイク音、ほんまね。今窓開けとったけん。カズさん、お寺で何を教えてるの？うんこの修行。あ、よいしょ。早村さん、カエルさん、そう、できたよ。せーの、ドン。どう？前より上達したくない？どうよ、いけるやん、いいやん。マー君さん、星三つ、やったー、星三つ。いつもいただいて。次パトカーが鳴り出したんだけど、どういうことかね。何があったんかな、外で。いろいろあるんだろう。暑いね。浜田さん、パチパチパチ、イエーイ。パチ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 、前髪すごい汗で、もうバコード鳴りかける。プップップマークさん、迎えに来てるんやね。私何もしてない。ブーブー鳴らしすぎた結果ね。うるさいですよーって迎えに来られた。これに。あ、よいしょ。まこちゃんの応援もよろしくお願いしますね。まこちゃん決勝行ってるから、よかった、応援しに行ってください。お願いします。マー君さん、近所迷惑だから通報されたのかも。この音めっちゃでかいよね。ブーブー通報されちゃったかな。いのちゃん、ヤッホーヤッホーヤ
ヤッホーゆのちゃん、おひさってさっきやったけどね。ピコさん、ゆのちゃん、ウェーイ、あ、ウェーイ、お久しぶり。はやまるさん、わこちゃんと一緒にライブしたって。うん、同時に配信して、でもわこちゃんのに自分は映れないけど、わこちゃんは自分のに映っていいよ。んけん、ちょっとだけ映ってもらった。ゆうちゃん、ピコさん、チェーイエーイ。はやまるさん、やっぱり眠そう、ちょっとね。そう、寝坊しちゃったんだ。たくちゃんさん、ゆのちゃん来たね。ところで、三谷はアクターで一番誰と仲がいいの？仲がいい一番、私は萌えつんだと思っている。萌えつん大好きかな。アクターステージやろう。萌えつんかな。マー君さん、田舎だったらうっこさんと鳴き声一緒だから、ほんまに？暗いところでこれブー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 って出てくる。マークさん、ポテチ食べると目が覚める。ポテチね、今ダイエット中なんじゃ。ダイエット中なんじゃ。ニケね、食べれない。マークさ、スルメも食べれない。もうこの時間だからね、食べちゃうとね太っちゃうんだ。あのね、夜ご飯ちょっと食べ過ぎたんよね結構。たくちゃんさ、けいかちゃんかと思った、思いよった。ん、あ、けいちんはもえちんのおかげで知り合ったみたいな感じ。でも本当にけい、まあ、もえちんに感謝。マークさん、松坂牛のステーキ食べてたね。アワビもせこいじゃろ。美味しかったお肉あれ。でもね、脂っこすぎてね、残したわ。持って帰った。うん、持って帰って、その日休場あ、次の日にちょっとお昼ご飯でパクパクって食べたかな。アワビもせこいね。アワビはね、もうアワビ美味しいよね。なんかアワビ大好きなの自分。もうあのコリコリ感が好き。アワビのバター焼きとか美味しかった。あれに味噌ペッてつける。味噌ペッて、あれが美味しかったかな。余韻に浸るみたいな。マークさん、アイスクリームめっちゃ長かったですね。どこに行ったら食べれる。アメ村のなんか綿菓子のお店の隣にあったところで買いました。私はあれが結構美味しかったです。でもその綿菓子のお店、ソフトクリームのお店、ソフトクリームのお店だったんだけど、あのね、こっち側のね、生牛乳みたいな、なんかすっごい美味しそうなのあって、あっちも食べたかったなって思って、次はメムラ行った時はあっち食べようって思ってます。食べる時点でデブだ。かゆい。
アイスクリームの音ほんまにね、もうね母さんと2人で食べてもうお腹いっぱいみたいな感じだった。結構でもその後ねご飯物が食べたくなって結構たこ焼きパクパク食べたんだけど、あとチーズハットクをコリアンタウンに行って食べた。マー君さんイオンモール府中の1階に渡辺屋さんオープンしたよ。そうなんじゃ、マジついに広島にも来たですね。行こうかな。あとロールアイスのお店もできるよね。行こうかな、迷うね。ロールアイス食べたいな。カズさん三谷って何人ぐらい親友おる？親友かな。自分の中で思ってるの。同意意見かは知らんけど、ほんまに仲いいなって思うのは5人ぐらい。マークさん1回5時大丈夫ですよ。早村さん星なくなった。マジか、星なくなっちゃった。あと10分ぐらいかな配信も。マー君さん自分は100人ぐらい知り合います。知り合いは自分も100人ぐらいおるよ。なんか小中高でなんか小学校がすごい人数多くて、で中学校も多くて高校も多い方から100人自分もいるかな。カズさんその中の一人がカズよね。もちこーもちこー、カズさんもちこー。あ、そうそう思い出したけど、スタ線のチケットをあと5枚余ってるんですけど、それを販売しています。よかったら大阪まで見に来てくださる方とかはそのチケットを販売してるので、あのそれ手渡しになっちゃうけどチケット渡すから、よかったら見に来てほしいかなって思ってます。うん、販売何円で販売したらいいかわかんないけど、それはちょっとマミーに聞いてみるね。マー君さん自分もその中にいるよね。もちこもちこよ、もちこ。早村さん初めて来ます、ありがとうございます。ありがとう。よかったらスタセン来れる方はここにコメントしていただき、行きたいですってコメントをしていただけたら、そこにどうしよう、どうやってしたらいいんかな。コメントしていただけたら、詳細はまた次の配信の時に言うから、行きたいとかチケット欲しいですっていう ZEP ナンバーまで来れる方で、欲しいですっていう人は今ちょっとここでコメントしていただけたら嬉しいです。カズさん爪が甘いな。そうかね。ゆうさんそのうんこかわいいじゃろ。ビレバンです。どゆうさん今戻ってきた、おかえり、おかえり。マー君さんゆのちゃんに抜かれた。抜かれた、マジ。でも星がないかった。マジか。ゆうちゃんマー君
めっちゃ変身しよる。それな、次ハッチーになったじゃん。ハッチーにさっきまでカエルだったのに。カエルさん、チケット宣伝一番最初にせんとチケット売り方も知っとかないと。ごめんなさい、なんかね、今日ワコママに聞いたら売るみたいななったから、うん、売れることを知ったので売ってもいいことを知ったので、よかったらここにコメントしていただけたらチケットを販売するのでよろしくお願いします。あと5枚残ってます。ゆうちゃん、ここはパンダルームです。パンダルーム、わっしょいみんなパンだよね。マークさん、ゆなちゃんに気づいてもらってよかっためっちゃ変わっとる。確かに今虎になってるし、カエルからハチから虎買おうよ。暑いね、夜は。マークさんパンダルームでね、もうマークさんもパンダになっちゃったからみんなパンダじゃんパンダがさ揺れとるとこまででじわるけんね、じわじわくるわ。カズさん、パンダメイク配信いつするん？今週中にしないと下線終わっちゃうからね。まあまた予告します予告するからその時見に来てね、お願いします。そろそろ順位発表した方がいいかな。そろそろじゃあちょっと順位発表の方をしていこうかな。母さん、明日して、明後日しか休みない。明日して、明日しか休みない、マジか。じゃあ明日ちょっと考えておきますねマークさん、ロールアイスと綿あめ屋さん同じで、そうな、綿あめ屋さんでロールアイスも食べれるみたいな。それは強いわ、それは強い。じゃあそろそろちょっと順位発表に行こうと思います。イエーイ。マークさん、あと写メ送ります。待ってます、待ってます。じゃあ順位発表していくね。13位、アレックスさん、アレックスタルさん、ありがとうございます。12位、土偶のぺーちゃんさん、ありがとうございます。11位、バッチさん、ありがとうございます。10位、コグさん、ありがとうございます。9位、メバルさん、ありがとうございます。8位、ドウユウさん、ありがとうございます。7位、カズさん、ありがとうございます。6位、ツクシさん、ありがとうございます。5位、たくちゃんさん、ありがとうございます。4位、ピコさん、ありがとうございます。3位、はやまるさん、ありがとうございます。2位、まっくんさん、ありがとうございます。そして今回の第1位はゆのちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます。とてつもなくありがとうございますです。カズさん、パンダメイク配信期待しときます。任せ任せ。カズさん、ラッキーセブン、ほんまやん、セブン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 。マークさん、はい、ありがとうございます。
どゆさんダメな8位だった。ありがとうございます。それでもありがとうございます。マークさん22位まで上がって、やった22位。でも20位は切りたかったところであります。ゆうちゃんはーい、ありがとう。1位ありがとうございます。たくさん押し投げてくれてありがとう。そうね、もしよければね、これからも星上ギフトよろしくお願いします。アピール部門で1位はまあちょっとサボりすぎちゃったから無理だけど、上位に上がれるように頑張るので皆さん、はい、よろしくお願いします。マークさん名誉挽回しないでね。そうや、頑張るや。タクちゃんさんパー顔のじゃんけんする。じゃあいくよ、最初はね、じゃんけん。チョキです。今日はチョキです。どゆさん頑張ります、お願いします。ありがとうございます。マークさん最後じゃんけんしよう、今チョキ出してよ。私チョキ、チョキです。今日はチョキ、チョキの日。どゆさんかわいい、やったたくちゃんさんだるま10個ありがとうございます。20個もありがとうございます。はやまるさんパー、今日はチョキだよ。はやまるさん何時まで？22時までです。22時までだよ。たくちゃんさん、マークさん、アイコやった平和ね。チョキは平和、ラブ&ピース。たくちゃんさんだるま110個ありがとうございます。助かっております。三谷は本当に助かっております。ありがとうございます。イエーイ、ありがとう、ありがとうね。よいしょよいしょよいしょ。ありがとう、たくさん欲しい。マークさん明日はパンダアバターで集合、ほんまよ。パンダでみんな集合してね。パンダ配信するからよかったらパンダで集合してね、頼むわ。パンダアバターで集合です。はやまるさんパク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 ブー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 。いのちゃん明日もパンダ配信ね。バイバイ。かなさんもうすぐお別れの時間で、そんな悲しい言い方せんでもいいじゃん。明日もするから。マークさん明日は何時から？明日は21時からです。よかったら来てね。かなさんさよなら。冷たくない？どうさん、うんこ同盟、うんこ同盟、イエーイ。マークさんお別れじゃね。そんなさ、なんでみんなさいつもさそんな悲しい言い方する。どうさん寂しい、また明日もよかったら来てね。どうしよう、じゃあ今日の配信はここまでかな。はやまるさんが今星を投げてくれよりけん、そのそれが終わったら、あ、終わっちゃった。終わったらって言うと終わっちゃった。カズさん誰よりもミタニを愛してる。私もカズさん愛してる。いやー大好き。はやまるさんお疲れ、星あるよ。じゃあはやまるさんがちょっと投げ終わるのを待って終わりにしたいと思います。レバルさん配信お疲れ様でした。ありがとうございます。マークさんラブラブウェイラブラブヤイエーイ。タクちゃんさん21時からということは20
1時15分からバイバイ。いや21時からです。ごめんなさい、今日遅刻して本当にごめんなさい。母さん元気でね。なんでそんな悲しい映画するかね。花さん終わったよ、ありがとう。じゃあ今日の配信はここまでです。また来てくださいね。バイバーイ。マークさんまた会う日まで。グッバイエブリデイ。